やあ、エーデルガルトさん。何か探し物ですかね。ええ、探し物よ。また講義に出るのを怠ったリンハルトという人を探しているの。そうですか。無事に見つかってよかった。それで他に用は？怠慢を注意される以外の用が思い当たるのかしら。僕の考える紋章についての推論を聞きたくなったのかと思いましたよ。実はセイロス教の伝承における紋章の成立過程に定説と異なる可能性が。待って、それを聞くと私にとっていいことがある？もちろんですよ。なら聞かせて。いや待って、そのいいことというのは何？楽しめます。それだけ？それ以外に何が必要なんですかね。紋章の研究ですよ。あなた、自分にどれほど才能があると思っているの？素晴らしい研究者になれるわ。紋章の力を世の役に立てるとか、魔導の分野で新たな発見をするとか。なんでまたそんな面倒なことを僕がしなきゃならないんだ。僕は自分のために研究してるんだし、それがどう使われるかまでは考えませんよ。使い道があればいいのだけれどね。きっとありますって。それじゃ。待ちなさい。ならどんな使い道があるのか私に説明してから言って。なんだかよくわからない芸術品だって喜んで買って飾る人がいるんだから、僕の研究だってきっと素晴らしい子守歌になって世の子供たちに届きますよ。子守歌？いけない、次の予定が。いい、次はないから気をつけなさい。もちろん分かってますよ。それじゃ失礼。外に出てるの疲れるな。明日はずっと引きこもろっと。あれ、なんか寒気が。な、何？今日は随分と遅かったですな。それは私に死ねと。ヒューベルトさん。ええ、ヒューベルトです。貴殿に聞きたいことがありましてね。何のことでしょう。ベルはいやましいことなんて何も。最近夜中に鋭利な突起物を持って歩き回る者が目撃されています。奇妙な笑い声、月夜にきらめく針、そして開け閉めされる貴殿の部屋の扉。それは刺繍を捨ててついそのまま。やはり貴殿だったようですね。となれば私の行うべきことは一つ。逃がしませんよ。もうダメ。走れない。瞬発力はなかなかでしたが、やはり引きこもっていると持久力がつきませんな。それでは務めを果たさせてもらいましょう。の死を針に吊るされ、針に泣く女、あらりと涙を。ベルナデッタ殿、私は注意しに来ただけです。針を持ったまま出歩いて転んだり人にぶつかったりしたらどうします。そのような危険な真似は絶対にやめて。まさか気を失っているのですか。たっ
ったまんま、はあ、放っておくわけにもいきませんか。パスカル君、ちょうどよかったわ。頼みがあるの。なんだよ改まって。俺にできることなら何でもやるぜ。ありがとう。それじゃあ私の部屋に来てくれるかしら。寮の部屋か。何の頼みなんだろう。次はあの棚を持ち上げてくれるかしら。裏側にホコリが溜まっているはずよ。まだやんのか。つーか寮なんだからここまで掃除しなくていいだろう。何言ってるの。次に使う人が気持ちよく使えるようにきれいに保っておかなくちゃ。この部屋が終わったらあなたの部屋も一緒に掃除しましょうか。勘弁してくれよ。訓練する暇がなくなっちまうじゃねえか。あ、そういえば私も出かける約束があるんだったわ。今日の相手は顔も家柄もそこそこだからちょっと気合を入れて臨まないと。しかしお前、いつもいつも男と出かけててよく飽きねえな。飽きるわよ。でも将来のためだものね。俺の訓練みたいなもんってことか。なら仕方ねえな。え？私のやってることがあなたの訓練と同じだって言いたいの？そうだよ。何かおかしいか？俺は貴族とはいえ次男だし、武勲を得なきゃ将来何にもなれないかもしれん。だから戦場で活躍できるように毎日欠かさず訓練してる。お前の場合は平民だし財産もないから将来のためにいい相手を探してるんだろ。そこには何の違いもないって俺は思うんだけどな。そうね、みんながそう思ってくれればね。じゃあカスパル君、将来のためにそれぞれ頑張りましょう。ああ、お互いいい結果を残せるといいな。フェルディナントいますか？先生呼んで。うむ、とても集中しているですか。読書待つです。そうか。なるほどな。外交も武具の発達に影響を及ぼすか。ペトラ、君いつからそこにいたのかね。少し前。あなた先進します。ゆえ気づくありませんでした。いや失礼、私としたことがつい熱中していたようだ。君も読書中か。何を読んで。フォドラの歴史勉強します。歴史書か。熱心だな。しかもフレスベルグの年代記とはまた。フォドラのこと深く知る望みます。あなたどのような本読むですか。私か。私は趣味のようなものでね。フォドラの地域ごとの武具の変遷史だよ。武具は気候や地形のみならず外交関係にも強く影響されて進化する。興味深いね。なるほど、興味深くあります。さすがフェルディナントです。ほう、君も興味があるのか。ならばぜひ読んでみてくれ。この本は全18巻あるうちの一冊でね。書庫には全巻が揃っているのだ。感謝します。武具の研究私参考できます。失敗です、忘れるありました。先生あなた呼んでいます。何？君が物忘れとは珍しい。では失礼するよ。珍しい、確かです。しかし稀あります。ふむふむ、なるほど。この図形が型になって
やれやれ、またここにいましたか、リンハルト殿。ヒューベルト、今いいところなんだ。少し待ってよ。二重線が螺旋になってこう。いや、そうじゃないな。リンハルト殿、残念ながら時間です。講義が始まりますから早く来てください。そんなことよりこの本が。リンハルト殿、貴殿のその熱意は買いますが、今はこちらが優先です。趣味の研究はやるべきことをやってからにしてもらいたいですな。まったく、趣味ってひどいな。これでも何かの役に立つよ、きっと。何かでは困ります。帝国の、我が主の役に立ってもらいませんと。まれに見せる集中力や事物への理解力、常識にとらわれない発想の豊かさなど、貴殿の才覚には目を見張るものがあります。あれ、珍しいね、君が僕を手放しで褒めるなんて。しかし、その才能の向けられる先が微塵も評価できません。気まぐれで成果が出ないまま目的を変えることもしばしば。そこさえ改善すれば、学者として大成する未来もあったでしょうな。あ、そう。はぁ、放っといてくれないかな。僕は僕の好きなことだけをやって生きてきたいんだよ。たとえ貴族でもそのような生き方は許されないのですよ。まもなく帝位を継がれる我が主は、貴族の特権にも切り込もうとしています。まあ、理は君にあるよ。それは分かってる。でも僕にはできないんだよ。誰かのために自分が働くとかね。情けない話です。とりあえず行きますよ、リンハルト殿。ドロテア、やはり君がいると食堂が華やぐね。あら、フェル君、相変わらずお世辞がお上手ですこと。いや、世辞ではないが。またそういう態度か。ドロテア、君は私に対してだけそのような態度を取ってみせるな。私のことを嫌悪しているのかね。あるいは避けたい理由でもあると。さすがは貴族様、観察眼に長けているんですね。その通りですよ。あなたを嫌ってるわ、私。やはりそうか。よければ嫌う理由を聞かせてくれないかね。私には全く心当たりはないが。特に理由なんてありません。気にするだけ無駄ですよ。そうもいかない。君がわけもなく人を嫌うとは思えないからな。そうね。じゃあ、あなたが訳を当てられたら正直に認めてあげようかしら。平民の私とは頭の出来が違うものね。貴族様には簡単でしょ。な、よし、挑まれたからには当ててみせよう。君はよく貴族様と揶揄するからな。やはり貴族が。いや、そう単純ではないか。さあ、どうでしょうね。待ちたまえ。何か手がかりになるようなものはないかね。なら一つだけ。あなたがミツバチのようだからかしらね。あとは自分で考えて。じゃあね、ベル君。ミツバチか。自分の役割を全うしているということか。やっと。どれ、また訓練、精が出るわね、カスパル。はっ、た、誰は、うらっ、うわっ。エーデルガルト？いるなら声かけてくれよ。
驚かせるな。もうかけたわ。まあいいけれど、それよりなぜそれほど必死に訓練するの？訓練を怠らないのはいいことでも、やりすぎは体に良くないわ。あなたの腕前は皆の中でも一二を争うほどなのだから。本当か？エーデルガルトにそう言われると嬉しいな。だけど訓練はやめられねえぜ。俺は部でしか身を立てられねえからな。そう、あなたは確かベルグリース家の次男だったわね。ああ、領地は兄貴が継ぐ。親戚も多くて、独立しようにも何がもらえるかわからん。だったら己の腕一本で何かをなさなきゃならねえだろ。そうね、貴族とは難儀なものだわ。全てを継ぐ者に苦しみがあれば、何も告げぬ者にもまた苦しみが。は？何言ってんだよ。俺は別に苦しんじゃいねえって。俺の未来は俺が切り開く。何も継がねえことのどこに苦しみがある？何でも自分を基準に考えるのがエーデルガルトのよくねえとこだよな。カスパル、その言い方、喧嘩を売っているのかしら？いや、そういうつもりは全然。あ、でも喧嘩なら受けて立つぜ。カスパル、私は喧嘩したいわけではないの。いいわ、訓練を頑張りなさい。私は行くわね。何なんだ、相変わらずよくわかんねえの。ペトラさんっていいよな。怒鳴らないし、悪口も言わないし。もしかして私のことも友達だと思ってくれてたり。あ、ペトラさんだ。ちょっと話しかけてみよっと。あ、ベルナデッタですか？何か私用事ありますか？なぜベルナと背中に目でもあるんですかいな。目、顔の上二つです。背中ないです。背後気配感じます、あなた。あ、そう気配じゃなかった。聞きたいことがあって、私たち仲良くなれるかもっていうか、そのペトラさんが私のことどう思ってるかなって。友達というか、なんというか。あなたどう思うですか？まるで獲物のようです。え？獲物？はい、あなた狩りの獲物似ています。草陰のウサギのごとしです。いつも敵探し、察知する、逃げ出す即座、逃げ足早いです。私、弓矢持つとき間違ってあなた狩らない、注意しています。注意してくれてるんだね。気配、動き、似ています。違い背丈のみ、難しいです。難しいんだ。あ、つまりいつかは私狩られちゃうってこと？いいえ、心配無用です。いや、いる瞬間私外せます。あなた動かなければ、いや、頬かすめて飛び去るです。かすめてる時点で問題でしょう。なぜ、なぜなの？ベルが何をしたって言うの？許して。何もしていません。しかし許す構いません。ベルナデッタ去りました。消せません。